15年前戦争があった。いや、戦争ならば遥かな昔から何度となくあった。彼らは北辺の谷を射で南の土地を目指して侵攻を繰り返した。運に恵まれぬ彼らに勝利が続くはずはない。彼らは時代が変わったことに気づかなかった。敗戦を繰り返しては領土を失い、小国に戻りつつあった彼らは比類なき工業力を養い、それを武器に世界に向かって最後の戦いを挑んだ。それが15年前の戦争。彼らは盾だけしく戦い惨敗した。自国内で核兵器を使う愚策を犯したベルカ人、その無残を目にした戦勝国たちは自らの武器を捨てようと心に誓った。世界に平和が訪れた。彼らのおかげでそれは永久に続くかと思われた。平和から最も遠いこの島で平和を守って飛ぶ彼ら。天体長期の痕跡から演習をカメラに収めようとしていた。全席が地上に向けて吠えている。無事言うな。姉妹はみんな見てんだぜ。こっちは通信指令室よりもなく不明変態のコースガンバーズ岬を起点に278から302バートレット隊サウンドという機体しか間に合わない。すまねえな。そんな場合でもないだろうに、隊長は私に謝った。教官の一機は着陸時にクラッシュして死に、もう一人は空の上ですでに死んでいた。この人の責任ではない。国籍不明機がためらいなく撃ってきたことは、そして練習生を逃がした先が敵の真正面だったことは、通信指令室が間違えたゼロのために8人が死んだ。あの07の機体、あのパイロットの反撃は見事でした。見てられん。長瀬、あんな飛び方してたら死ぬぞ。死にません。ただ一人生き残った新米パイロットが囁くように言った。虫も殺しませんって面してやがるぜ。私の向けたカメラに彼女はわずかに微笑んだ。その写真はカメラごと基地守備兵に取り上げられた。宣戦布告なく行われた戦闘の証拠が拭われていく。文明を離れた国境の島へ取材に来たのは、ユニークな男が隊長にいると聞いたからなのだが、これほどとは思わなかった。この古強者に鍛えられれば若者たちも手強いパイロットに育つだろう。そのはずは正体不明機の侵入でついえた。残った部下は永瀬少尉、今日は地上にいた若いパイロットが数人。文句の山ほどもあろうが人手も足りん。明日からは新米どももスクランブル配置だ。上では俺のそばから離さん。永瀬。はい。お前は俺の2番機だ。
目をつけてねえと何しでかすかわからん。